首にかけるのが基本ですからね、こうやって。このサイズ感ですよ。少しつけてみなよ。あ、いいんじゃない、でかくない。先輩プロデューサーの皆様、お疲れ様です。アシスタントプロデューサーの佐藤と、アシスタントプロデューサーのカッシーです。いやー、カッシー、ここで仕事始めてずいぶん経ちましたよ。いやー、もうそうなんですよ、うん、そういえば、なんか今のまで目まぐるしくて全然整理しなかったですよ。これってまだなんか入ってました？ちょっと見てみようか。うん、お願いします、うん、ちょっと見てみますか。お願いします。グッズの商品サンプルを送るので、ぜひ紹介してください。遊びストア担当者より。なんでそんな、そんなもん今まで放置したんですか。やばいですね、これ紹介しないと。先輩方に紹介しないといけない。早速紹介していきましょう、はい、それでは早速紹介していきましょう、はい、まずはこちらからです。お、デデン、じゃん、お、アイドルマスターシンデレラガールズライブブロードキャスト24マジックシンデレラたちの24時間生放送の T シャツ、はい、そしてもう1点あります。はい、同じくアイドルマスターシンデレラガールズライブブロードキャスト24マジックシンデレラたちの24時間生放送のタオル、でかいですね。大きいです。こちらね、あのロゴの方もね、やっぱりシンデレラガールズということで、こう時計が、ね、うん、大きくこうあしらわれております。うん、カラーも入ってますしね。いいですね、これね。しかも T シャツとタオルってこの時期まだ暑いですから、はい、そうですね、普段に使うのにもやっぱ便利ですよ。いや、もうタオルとかもね使えますからね。うんうん、ちなみにカッシーはライブ行く時、はい、タオル実際に使えますか。あ、もう使いますよ、使いますよ。お、じゃあちょっと使ってみてもらおうかな。お、実際にどんな感じかと、うん、いやもうね、それはね、やっぱりこうやってまず首にかけるのが基本ですからね、こうやって、お、ライブ中に汗を拭いていただきまして、うんうん、ここね、こうちょっとしまってこうね、中に入れたりとかでもいいですし、うんうんうん、あとはですね、まあちょっとね、盛り上がる曲が来たらこうやってね、ちょっと畳んでいただいて、こうね、回すってこともできますからね、うん、こう周りの方にね、迷惑にならないように回していただけたらと思います。はい、他にあります。あとはそうですね、イベントが終了するとね、家の手拭きタオルとかになりますね。 T シャツは部屋着になります。お家でもとっても活躍してくれるということで、はい、引き続きこれね、イベント終了しても使っていただけたらと思います。デザインすごくいいですからね、これ ね。ちなみにこちらの T シャツとタオルなんですけれども、数量限定販売となっておりまして、売り切れてしまってたら本当に申し訳ないですけれども、はい、時空の歪み的にね、まだあったらぜひ、はい、購入してみてください。よろしくお願いいたします。はい、ちなみにカッシー、はい、T シャツの方サイズはおいくつでしょうか。こちらはですね、あの L サイズになってます。はい。はい。サイトの方でサイズ展開はチェックしていただければと思います。よろしくお願いします。お願いします。続きましてですね、こちら配布させていただきました。はい。はい。こちら、アイドルマスターサイド M 5th アニバーサリーブックの特典ビッグ缶バッジですね。はい、こちら見てお分かりいただけると思うんですけどね、このサイズ感ですよ。そしてイラストの方にはですね、この周年衣装があしらわれたものになっております。ちなみにね、こちらですね、ほら、うん、あの裏面にこのスタンドがついてまして、なるほど、こうやってですね、うん、あの飾っていただくこともできますんで、スタンドを買わなくてもこれだけで飾れるのがいいね。ディスプレイしていただくことができますので、うんうんうん、飾っていただけたらなと思います。はい、ちなみにあの缶バッジとか普段どうされてます。缶バッジはね、ラックとか買って、はいはいはい、こう綺麗に並べてかけるっていうか、かけて飾ってますね。なるほどなるほど、うん、僕はあれです、あのコルクボードとかにピーでこうペッて刺したりとかして飾って、あー、ちょっとおしゃれになるか、そうですね、他にもね、やっぱね、あのバッグにつけたりとかね、うんうんうん、いろいろ使えると思うんで、イベントの時とかいいと思う。そうですね、でかいですからね、うんうん、まあ傷がつかないようにこうね、あれしていただきまして、はい、はい、せっかく缶バッジ今つけるって言ったから、お菓子つけてみなよ。つけます。え、バッグとかじゃなくて、うん、え、私がってこと。うん、まあ、つけてみます。うん、はい、あ、いいんじゃない。でかくない？いやいやいや、そんなことないよ。いや、なわけあるかい。銃弾とか食らった時に、うわー、こいつが俺を守ってくれて。まあやっぱりスタンドついてますから、スタンドとして使っていただくのがいいでしょう。かもしれない。そうですね、はい、こちらのビッグ缶バッジが特典としてついてきます。フィフスアニバーサリーブックの方はですね、現在受注受付中となっておりまして、申し込みが20日までとなっておりますので、ぜひチェックしていただけたらと思います。はい、また商品サンプルが届きましたら、今度はすぐにチェックしてお届けしますので、皆様楽しみにお待ちください。よろしくお願いいたします。します。今回紹介したグッズはいかがでしたでしょうか。
佐藤はねタオルが欲しかったんですけど、カッシーは何か欲しいものありました？やっぱりもう缶バッジ、ちなみに私はもうすでに予約しています、うん、楽しみですね。さすがですね。ライブグッズがねもう届きますと、もういよいよ始まるんだなっていう感じがどんどんねワクワクするんですよね。さらに明日5日から生放送もありますのでね、はい、ぜひタオルと T シャツ揃えて、はい、楽しみたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、今回ご紹介したグッズはバンダイナムコエンターテイメント公式エンタメコマースサイト遊びストアにてチェックしてみてください。今回の動画面白いな、ためになったなと思ったらチャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。本日もお疲れ様でした。